森林の基本的な調査として埋木調査という名前の調査を行います埋木調査というのは一本一本木を調査すると基本的には一本一本の木の太さとそれから高さを測るといった作業が中心になりますま何がわかるかというとまず森林の状態がわかりますそれはある林にどのぐらいこう木があるのかといったま量の部分とそれからどういう種類の木がたくさんあるのかという ことが2つになりま,すでまたそれらは長い期間のうちに変化しますけれども同じ場所で繰り返し測定することによってそういった森林の状態がどういうふうに変化しているのかということも分かるということになります。